こんにちは。今日は雨は微妙っすね。40とかやけん、まあめっちゃ微妙てか、ちょっと涼しいね今日。24最低、最高32なんか。てか、なんかやっとさ秋冬っぽくなってきた。雨降ってる。あ、これちゃうの？あ、それ。そう、なんかさ、今日さ、涼しいよね。てかもう秋さ、なくてさ、もはや冬に行きそうじゃない？なんかちょっとロンティー通り越してトレーナー一枚とかになりそうな気がめちゃくちゃするんやけど、自分。なんかロンティーっていうか、もうトレーナー一枚でどこでも行けるぐらいになりそうじゃない？だってさ、もう来週とかさ、最低すごい時とかさ18とかやで、20とか21とか最低で、で最高で30切っとんで、28とかやばくない？30切るってさ、だいぶ涼しいよね。今の時期のさ30切ってるって結構涼しくない？風がさ結構あったりとかさするから、もう長袖やん。うっさん早いねんけど、ちっとばかり早くないっすか？でも去年の今頃ってもう長袖やったよね。言うて去年の今頃もう長袖やったやんな。なんかそう思うと、まあ、まあまあまあって感じ。なんかさ、どんどんさ地球さなんちゃらなんちゃらがすごくなってきてるよね。マジで地球温暖化。なんかもう夏とさほんと冬しかないみたいな。秋と春がすごく短いで、なんか別に花粉症が春って花粉症じゃんだけど、じゃあそれがないかって言われたら別に、別に花粉症はあるんだけど、なんかわかる、中途半端なその気候での花粉症とかじゃなくて、なんか暑いのに花粉症とか寒いのに花粉症とかなりそう。なんか一番さ私たちが過ごしやすいのって、まあ、春か秋じゃん。暑すぎず寒すぎずが一番いいさ、なんかいい、一番いい気候なのに、その気候がどんどん短くなってきすぎててさ、一番秋服とか可愛いのにさ全然秋服着られへんしさ。なんかうちさ今年とかセットアップ、まあ毎年なんだけど、セットアップとかでさこうちょっとジャケットとスカートのセットアップとかさめっちゃこういっぱい出るやん。今年こそ買おうかなとかって思ったけどさ、なんか欲しいなって思ってて、ずっとでもあまり買ってなくて、今年こそ買おうかなとか思ったけどさ、いやこれワンチャンさ、なんか私めっちゃ寒がりやからさ、まあジャケットとスカート履けないかもって思っちゃったなんかジャケットとかはね、ワンチャンジャケットの中にさもうヒートテック着込んでさ、なんかさあれすればいいけど、うちタートルネック似合わんからさ、タートルネックは着ないんですよね。なんかタートルネックが似合う子だったら、それこそねちょっと寒くなってきてもさ、秋のジャケットにさこういうちょっとタートルなんか着てさセットアップとかしても可愛いんだけど、うちは首が、骨格的に首が短いのよ。多分ウェーブさんとかが首がめっちゃ長くて、で私骨格的に首がすごく短くて詰まってるんですよ。だから首が詰まってるもの着るとここの首のさ感覚がなくなっちゃうから、めっちゃこう顔が浮いて、こう大きく顔が浮いて見えちゃう、大きく見えちゃうんですよね。
だからタートルネックとか本当に着なくて、私が似合うのはこうスクエアとか V ネックとかがなんか一番ここがすっきりしてこうなんか綺麗に見えるんだって、顔もちっちゃく見えるくて、私結構それ意識して服とか着るんだけど、だからもうこれからの寒い時期がさ、こうハイネックとかさ着るとさ、ハイネック着るんだったら髪を絶対にアップにしないとバランス取れなくてあんま着ないんだよね。だからさ、なんかそういうさ、あの、わかる、せっかくさそういうの欲しいなと思ってもさ、チュッチュニーチュッチュニーってなるんだよね。それで毎年諦めちゃってるんだよね。だから今年もさ秋短いしって感じ。明日はさ、サムネイル公演だね。明日サムネイル公演でカレンちゃんの卒業公演なんですけど、キヤーン、カレンちゃん、最後か明日で。ねえ、サムネイル公演出れるくてよかった、マジ。シンポジ覚えてよかったですわ。覚えてないと出られへんかったからさ、まあ、覚えてへんとワンチャンなんか卒業ブロックで出してほしいって言おうかなとか思ったけど、そうだけどもうねえ、マジで最後一緒に出れてよかった、嬉しいけどさ、卒業しちゃうんだよ。卒業公演の卒業公演ブロックのリハとかもね、あのうちはねお稽古だから参加してないんだけど、やってたっぽい。あ、覚えなきゃ卒業ブロックのやつ立ち位置。そうそうそう、悲しい。なんかもう本当にさ、あんなに人いたのにさ、こんなに人がいなくなっちゃうんだよ。やばくないですか、もうなんかさ、えってなっちゃう、本当に。なんで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 。ちなみにカレンちゃんのポジションもいなくなりますよ。だからそうそうだよ、クラのチーム4が一番多かったけど、多かっただけど結局クラのチーム4も変わらんね。最終的、どのチームも残ってる人数一緒ぐらいになるんですよ。そう、一緒ぐらいになるくて、トータル、ねえ、でうち今日前髪めっちゃいい感じじゃない？超まっすぐなんだけど、なんかすごいまっすぐにできた、イエーイ。おお、そうだ、新しい公演は16人だよ。わあ、16人、もう8人がいいな、8人がいい。今日メイク薄いの、わかる？あと横毛もね、ストレートだね今日は。いつもだとこうクリーンって巻いてるんだけど、巻いてないっす。マジ毎日メイクしすぎて肌死んでるわ、ほんとやばい。なんかさ、何の話してたか忘れてたんだけど、
何の話してたか忘れちゃった。何だっけな、ちょっと忘れちゃったからいいや。そうねえ、そうだ、怖いの話してたの。そうねえ、8人なんかさ、まあさ、確かにさ、8人だとさ、柱の外の人ってさ、大体さ3番より以降にいる人ってさ、8人公演だと大体1人か2人しかいないんだよ、柱外ってね、立ってんのが。だとしたらやっぱり柱の外に座ってるファンの皆さんは見えないわけじゃないですか。だからえーってなっちゃうじゃん。だけどまあ8人の方が、たとえ8番手でも、たとえ8番手でも別にそこまでポジションが悪くは見えない。8番手でもなんか、うわめっちゃ後ろのめっちゃ端だなっていう感はないんだよ。うち今あのシンポジで8番手踊ってるんだけど、まあ、その前がね、あの3番手かで踊らせてもらってて、だけどまあ正直そのやっぱ3番手で踊ってる方がフロントだから、前に人はいないんだけど、まあ、確かに8番目で踊ってる方が前にね人はいっぱいいるんだけど、その後ろから見てる風景も、なんだろうな、そのメンバー越しのファンの人のメンバー越しのメンバーの人数が違うじゃん。もう16人とかだとさ、マジでさ、もう人ファンの人みたいな感じなの。だけど8人だとさ、まあ、言うてさ、こう前に4人ぐらいでファンの人じゃん。だからやっぱ全然景色も違うし、ファンの人も多分8人の方が見つけやすいのかなっていうのはやっぱある。ただやっぱり客観的に見て迫力があるのは、まあ、16人かもしれない。そのやっぱ8人より、そのやっぱなんだろう、元々のさ、こうなんかその AKB のあれがさ、こう16人だからなんだけど、まあ、例えば普通にあの普通の少人数のさアイドルさんとかだとさ、まあ、6人とか8人とかでも絶対8人とかだと多いのかとかってなるんだけど、そうだけど、まあ、それじゃないじゃん。 AKB とか大所帯っていうのがあるから、なんかやっぱそういう面で迫力って思ったら、確かに16人の方がね、確かに見栄えはめっちゃいい気がする。だけど本当に歌割りもそしたら少なくなるし、本当に立ち位置も目立たないところは本当目立たなくなっちゃうから、なんだろうね、なんかその良し悪し問題発生しちゃうし、あそうだね、楽屋もね、マジ今8人でさ、こう普通に使わせてもらってんの、でも16人であの楽屋使ってたのかって思うと、なんかよく使ってたなって思う。なんかメンバーともよく話すの、なんかこの今の楽屋は16人で使うのってなったら、めちゃくちゃ狭いの、一人のスペース、もうほんとこんなんなの。なんかさそれでさ、それやばいねってよくさメンバーと喋るんだけどさ、本当に確かに今こう8人でこんな感じか、これ倍かと思ったら、本当に着替えるスペースあるからとか、よくこんなに狭いとこでメイクして、なんか着替えてたな、早着替えよくやってたなとかめっちゃ思いましたもん。本当にもうマジで衣装さんのさ脱がしもめっちゃ大変なわけ、まあ、なんか2人とかでやってくださるんだけど、2人だったかな、16人の時、8人の時とかね、1人か2人なんですけど、1人か基本1人なんですけど、衣装さんって8人の時ね、よくてバーって閉めてくるの。だから16人の時は2人かでやってくれるんだけどさ、まあ、うちら大体後ろジッパーなのね。だからこう脱がしてもらえないと着替えられないわけでさ、こうアンコールとかさ早着替えの時とかでもさ、脱がしてもらえないと脱げないからさ、後ろジッパーだから、もううちもさよくさこうやって頑張って自分でこうやって脱いじゃうんだけど、あの衣装さんがねこう脱がしにあれ大変じゃん。だからこうやって脱げるものは自分で脱ごうとくってやるんだけど、なんか本当にそのそれでなんか着替えれなくてみたいな、でもはい一分経ちましたみたいな、早く着替えてくださいみたいな、でちょっと待ってよみたいなとか、あとはなんかメンバー同士でもう脱がし合いみたいな、ちょっと脱がすから脱がしてみたいな、そうとかもよくあるし、あと飾り問題ね、なんかそのあのメイクさんのさ、なんか着替えれてるんだけど髪飾りつけてもらってないから、その髪下の裏に行けないとか、そう髪お願いしますみたいな、ではい何分経ちましたスタンバイしてくださいみたいな、ああみたいな
こんな感じでいつも裏ってめちゃくちゃわちゃわちゃしてるんですよ。16人の時ね、16人の時は。そう、8人の時はそんなことないんだけど、16人の時はね、結構こんな感じでめちゃくちゃわちゃわちゃしてて、そうだからなんか着替えれてるんだけど髪飾りつけてもらってないからいけないとか、そうめっちゃそういうのあるよ。すごいバタバタしちゃう。もう裏やばいよ。タタタンタタタンだから。あ、15分経った。よし、じゃあ私そろそろお稽古に行きますお稽古に行きます。今日はもう昼からお稽古で、今日はね夜またまあそうね、それなりの時間になると思うんで、今日は抜き稽古してその後通し稽古してみたいな感じなんで、また今日も長い一日になりそうだなって感じなんでね。あ、そうそう、あの25日の19時からそのショールームの6周年の特別記念配信するんですけど、今日ね朝ツイッターでね質問に答えるコーナーっていうのをやるんですよ、自分が。まあ昔の教えて仰天的なねやつをやるんですけど、その私がツイートしたコメ欄にね質問書いてくださったら嬉しいなと思います。まあまた日が近づいてきたらインスタの方でもちょっと質問箱募集しようかなと思ってるんで、まあどっちでも答えてくれて大丈夫です。別に誰々さんからとか言わないんで、そういう質問を答えるだけなので、まあとりあえず先にツイッターでね募集したんですけど、まあまた日が近づいてきたらインスタの方でも募集しようかなと思うんで、まあツイッターがどうしてもねなんか残っちゃうから嫌だっていう人とかだったら、まあインスタの方で回答してもらえば、インスタの方が見えないじゃん、その匿名とかね。そうそうそう、まあ、別に匿名じゃなくてもそんななんか何にもないよとかっていう人だったらツイッターの方がありがたいけど、まあそんな感じでどっちでもいいんで、よかったらしてください。じゃあランキングを読みますね13位あかねさん、12位、しんどさん、11位まさとさん、10位ざく1973さん、9位さきもりさん、8位はるたろさん、今日はやたらか可愛く見えるだって、あーありがとう。7位ナッティさん、6位ニューネームさん、5位あーさん、4位ワッフルさん、3位にきおさん、2位あきっこさん、そして今日の第1位はカズさんです。ありがとうございました。はい、というわけで今日も来ていただき本当にありがとうございました。じゃあ私はお稽古に行っていきたいなというふうに思います。それじゃあ皆さん今日も一日頑張って、バイバーイ。